何もできなかった少女が2010年最後のメインイベントへ。レスラーとして人間として今年1年飛躍的な成長を遂げた朱里。今回初のタイトルマッチに挑む。想像できなかったですね、全く。本当に顔つきもすごい変わったって言われるし、こんなことになってるとは想像つかなかったですね。初挑戦で初体感。この子ならもしかするかも。 JWB 認定無差別級チャンピオン米山香織。小さな体ながらも JWB 女子プロレスの王者に君臨。米山革命と銘打ち、己のチャンピオン道を突き進む。 11.22 スマッシュ10。朱里と初遭遇を果たした米山が試合後シングルマッチをアピール。クリスマスイブの今夜、ついにタイトルマッチが実現する。1年間 の、 まとめっていうのは変ですけど、全部を出し切りたいです。この試合でいろいろあった朱里の1年。2010年ラストマッチ、メインイベント、 JWP 認定無差別級選手権試合、60分一本勝負、チャレンジャー朱里対チャンピオン米山香織。